皆さんこんにちは。トライアスリートの岩城光秀です。はじめに新型コロナウイルス感染症対策に最前線で取り組んでいただいている医療に従事されている皆様に心から深く感謝を申し上げます。トライアスリートとして、また JTU の会員として、今年はレースに出れないことで歯がゆい思いをしてまいりました。全国の皆さんと同じ思いです。幸い地元福島県でカエルの里トライアスロン in 川内大会が開催されました。参加者を県内の登録者に限定し、プールを使用した大会です。もちろん私も出場しました。大会独自の感染防止対策により、安全安心な大会が開催され、スポーツができる喜びとトライアスロンの魅力を改めて実感いたしました。さて、ここからはトライアスロンジャパンの会長としてお話しいたします。今年は他のスポーツ同様に、我々トライアスロンも苦難の歩みでありました。しかし私たちは今、トライアスロンファミリーの皆様の知恵と工夫、そして勇気を結集し、確実に再開へと歩みを進めています。トライアスロンジャパンが今なすべきことは、大会の再開に向けて開催地に寄り添い連携し、 JTU の大会運営ガイドラインに従って万全な準備をしていくことです。大会主催者、実行委員会、協力会社の皆様のご尽力に心から感謝いたします。そして来年2021年の大会カレンダーもすでに動き出しています。都道府県競技団体も今年から来年に事業計画を切り替えて、登録会員の皆様にトライアスロンを謳歌していただける環境を整備したり、地域でのトライアスロン振興や普及に皆様の会費を活用させていただいています。最後になりますが、 JTU ではさらに発信力を高めるために事務局内にスタジオを設けました。今日はこの場からのメッセージですが、いかがでしたでしょうか。次回は健康スポーツ、障害スポーツとしてのトライアスロンについて、私の中長期計画のお話をしたいと考えています。トライアスロンファミリーの皆様と大会会場で笑顔でお会いできることを楽しみにしております。